あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地26日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ12ドル72セント安い3万3714ドル71セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 156.74 ポイント下がって 13,335.78 でした。一方円相場は1ドル143円50銭付近で取引されております。世界的な金融引き締めへの警戒感が広がる中、6営業日続落であったということです。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。次の衆議院選挙について大阪維新の会の吉村代表がまともな野党を作ると宣言。日本維新の会が次の衆議院選挙で現在公明党が議席を持つ大阪と兵庫の6つの小選挙区に候補者の擁立を決定したことを受けて大阪維新の会の吉村代表は昨日、まともな野党を作るためには非常に厳しい選挙になると思うが巨大与党である自民党と公明党に立ち向かうことが必要と述べました。まあこれ全面対決へというのがね、週末ニュースとして大きく報じられました、はい、はい。まあこれは維新としては当然そうせざるを得ないでしょうね。じゃなかったら第二自民党みたいに見られちゃいますからね。やっぱり自民党と違うんだっていうところを、もちろんその政策面も多少あるかもしれませんけれども、はい。でもまあ、いわゆる思想的な軸としてはほとんど変わらないわけですよ、今の自民党と維新って。はい。まあ、例えばコストカットとかね、そういうことは維新はかなり熱心だけれども、で改革政党と言ってるんですけれども、うん、いわゆる政治でいうところ の、 その、まあ、保守とかリベラルとかっていうところでいくと、はい、まあ、私が見るところ、例えば世界的に見たらば、うんうん、両方ともですね、まあ、リベラル、はい、中道からリベラルですね、ちょっと左寄りっていう感じなので、はい、そうするとあんまり変わらないから、そういう点ではうちは公明党と、まあ、いわゆるこう選挙協力、はい、みたいなものを模索していかないんですよというところで、アピールする、まあ、このあたりはね、でも吉村さんが新たに今もうその松井さんが退かれた中で、ね、松井一郎さんが、どういう維新を作っていくかっていうところで、はい、一つエッジを見せるっていうところだとは思うんですね。うーん確かに、まあね、妥協しないんだと。そうですね。で特にその維新はやっぱり、都市部を狙ってってきますよね。おそらく今回も東京とか、はい、まあ、神奈川、埼玉、このあたりはものすごい勢いで候補立ててますよ。まあね、うん、統一地方選挙の時もね、結構旋風が起こったという話ですもんね。はいはい、随分ね、私も、へえ、そこに来たかっていう人に結構声かけてるって情報を聞いてますね。神奈川もね、うん、経済通として知られる金子陽一さんが。金子陽一さんがね、維新から出られる。他にもですね、まあ結構その官僚経験者、うん、あるいはそのまあ学者って言っていいのかな、そういう類の人もかなり幅広く声かけていますよ。まあ決まりきってないところもあるんですけれども。ですから首都圏を今度ね、狙ってきますよね。で、関西は当然、まあ大阪中心だったものをもうちょっと今広げていこうという流れでしょうから、まあ、兵庫もそうだし、この間の、ね、補選では和歌山を取った、うん、そうですね、取りましたね。奈良の県知事も取ったということですから、はい、まあ、そういう形で、都市部とその周辺を中心にやっていこうと。で自民党との違いを見せようという中で公明党との関係というのが一つの軸になったんですけど、一方一方自民党はますます公明党に寄っていくというふうにしか見えませんね。このところの幹部の言動、ね、はい、今日の、紙面各紙載せているのは、うん、東京以外では自公をしっかり協力するんだと。そうなんですね、うん、やっぱりだから東京のこのなんていうか、いろんないきさつ、はい、これは整理できなかったっていうことなんでしょうね。練馬が欲しいというふうに言った公明に対して、そこはダメだっていうふうに、そこはダメだっていうね、
だからその28区29区、はい、まあ、このあたりの問題ですよね。このあたりがまあ解決しなかった、まあ、29区はね公明党の、はい、もともと12区にいらっしゃった方ですかね、はい、北区のところにいた方が、うん、そちらに移ったと、まあ、公明党の強い地域ですからね、はい、まあ、そういうことと、やっぱり東京はね、うん、あの公明党にとってもちょっといろいろ厳しさも見えてんじゃないですかね。厳しさも見えてる。もともとね、自民党は東京弱いじゃないですか。だから余計に本来公明党の力を借りたいところなんだけれども、はい、東京の23区で、うん、公明党の集票力ってかなりちょっと弱くなってるっていう情報もありますよね。まあそういう点では、なんていうかな、そこでね、頑張ってじゃあこれだけやりましょうみたいな話をするよりも、公明党として落としたくないところって他にあるわけじゃないですか、はい、そこをしっかり自民党に今入れ込む。それからもう一つは多分ですね、もし東京について何かもっと深いなんか約束をするということなんであれば、もっと要求したかったんだろうと思いますよ。一時期はね、例えば閣僚のポストをもう一つっていう話にもなるんじゃないかなっていう話も飛んでましたね。今国交大臣が、もうなんか決まりポストになってますけど、なんかもう一個ぐらいとかね。で、自民党としてはそりゃさすがにっていう数から言ってもというところなんでしょうけれども、はい、まあそれぐらい結構強気でね、来ていたと。うちがいなくなったら1万2万の票が減るんだぞと、各選挙区ね、各選挙区で、それはそうですよね。で、東京特に厳しいですよね。確かに1万票以内の差で、ね、前回の衆院選も勝ってきてる候補、はい、今現職の議員というのは結構いると、いますからね。まあそういう点じゃ厳しいんでしょうね。あ、ただね、だからこそ 2,3 日前ですかね、はい、あの萩生田政調会長、東京都連の会長ですから ね、うん、都連会長が、その公明党とはまあ兄弟だというような比喩をね、はい、使ったわけですよ、うん、あの友党関係って私お友達だと思ってたんですけど、いや血縁関係でしたかというね、だからここまでの比喩を使ってリップサービスしなくちゃいけないぐらい、やっぱり東京の問題はもうこじれちゃって、おそらく元通りってわけにはいかないんでしょうね。まあ、一時期はね、その、まあ、28区練馬のあたりは勘弁してくれと、その代わりということで北区のあたりの12区、はい、江東区のあたりの15区 を差し出すんじゃないかみたいな話が、つい2週間ぐらい前は出てましたけど、これ里闇みたいにね、あんまり言われなくなった。そりゃそうでしょ、だって12区15区だってね、はい、別に公明党にしてみればなんでそこうちってなるわけだし、で自民党もね、12区15区の問題っていうのは、はい、要するにその今までの人、今までそこでいた人、まあ、例えば高木さんとかね、はい、あるいはその15区だと、うん、今度新たにその自民党に入った、でも選挙は勝ってきてる柿沢さんですね、はい、柿沢水戸さん、この人たちを公認するしかないはずなんですよ、自民党は。だけどなんか確か今日ですかね、今日要項が発表されて公募すると、はい、そういう形のようで、自民党の中も結構ごちゃごちゃしてるんですね。なるほど、支持またいで続きます。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、次の衆議院選挙に向けてというところで、こう動きがね、活発に、うん、まあ、それこそ今国会の、ね、最終盤で解散かみたいなところが出てきまして、はい、一旦その風はなんか収まったかに見えますけど、やっぱこういう動き見るとまだまだ近いんじゃないかみたいになりますかね。まあ、それはいつ選挙をやっても、衆議院は特にね、やっぱり常在戦場ってこと言われますから、はい、それは常に準備しときましょうって話なんでしょうけれども、でもね、今国会の最後でやっといた方が良かったぐらいな感じですね、この最近の支持率の落ち方を見ると。まあ、本当調査すればするだけ、どの調査もマイナスに、そうですよね、今月の中旬ぐらいからずっと各社の発表されている調査はほとんどマイナスですよね。そうですね、直近日経がマイナス8、読売マイナス15、ねえ、ということは、例えば10日前後に発表された NHK の調査は 3% とかね、はい、それぐらいだったんだけれども、はい、これらだって今やったらもっと落ちてるって可能性ありますよね。確かにそうですね。それからの不支持率がどこもみんな上がってんですよね、はい、支持不支持逆転してるところが多いですね。多いですね。だからそうするとこれから先にね、はい、あんまりいい要素があるとも思えないし、それからおそらくね、この支持率が下がってることの原因ね、この分析ってちゃんとできてないんじゃないかなというふうにも思われます。
政権内が、マイナカードを一本やりでね、幹部はみんな口にしてますよね、はい、でそれ以外のことを分析してるかっていうとそんな感じも見えないんですよ。だからそんな程度の要因分析だとするとちょっとこれが上がっていくっていう要素はないでしょうね。多少ばらまきあってもうなかなかそんなちゃんとした支持を戻ってくるってことにはならないでしょう。なるほど、で一番問題なのはやっぱり今回はこれ複合的なことで落ちてると思うんですね、はい、というよりかはあの5月の段階ではねやっぱり広島サミットあったんで、すごく良かったんですよね、まあ、おそらく岸田政権を多くの日本国民が最も評価した瞬間だったと思いますね。だからそこからあんまり時間空けないで本来だったらやるべきだったんだけれども、まあ、ここで決断をできなかった、はい、でここに来ていろんな要素あります。もちろんマイナカードのこともあるけれどそれよりも私はね、やっぱりこの物価高ですよ。電気料金も上がってるわけでね、はい、それはすごいみんなが感じてるでしょ。でそこに来て、社会保険料を上げるとかですね、はい、それからさらに言うともうちょっとその価値観の問題で言うと LGBT ですね。これによってその自民党をずっと支持してきた安倍政権の時から支持してきたあの、まあ、きっちりあの思想を持っている人たちですね、保守としての自民党というものに期待してきた人たち、これは相当失望したと思いますよね。政治に関心があってでその種の思想を持ってる人、はい、その支持層というのはもうちょっとなかなかよほどのことがない限り戻ってくるってことが難しいでしょう。だからそこらあたりをね、はい、ちょっと軽く見てるんじゃないのかなと。確かにね、今回のその批判に関してっていうのは、うんうん、まあもちろんそのね、法の立て付けの部分であるとか、うんうん、文言であるとかもそうだし、うん、あとは党内の手続きの部分だって、ちょっと強引だったんじゃないの、はい、っていうふうに思う人は。まあだいぶ強引でしたね。で特にこうね、自民党を支持してきた人たちほど、うん、いや、そこの手続き論はしっかりやんないとさ、ね、筋通らないじゃないかと、ね、いうふうになってる人多い気がしますよね。そうですね。だからそういう点では、一番そうですね、岩盤支持層とも言われた、はい、この人たちを失ってしまっているっていうこと、このことの危機感というのがあんまり幹部とかね、そういう人たちに感じられないですよね。なんですかね、それがまあ薄々あるから、逆に公明党の票を当てにしていくみたいなこと、まあ、それ間違いなんですけどね、はっきり言って。で例えばね、今この公明党に寄っていくって言いますけれども、今の政権をこうずっと見てると、確かに外交などの外形的な部分では、安倍、菅、この路線を踏襲してるんですね。でも中身においてはやっぱり宏池会だなっていうところはやっぱ見えますよね。今日のね、これから後のニュースでも出てきますけれども、やっぱりその中国韓国との関係っていうのもだんだん過去に揺れ戻していってるんじゃないか。平和友好みたいな。そうですね。だから、まあ、総理は宏池会でね、はい、で茂木幹事長は平成権ですよね、そうするとこ この組み合わせでの政権っていうのは、まあ、私たちの世代だと分かるんだけど、要するに90年代の自民党、これをやっぱり彷彿とさせるこの中身、はい、外形的には安倍路線を踏襲してるんだけど、中身の精神としてはやっぱりあの頃の部分っていうのを相当引きずってるのかなと。なるほど。確かにその霞が関との関係とかを見てもね、確かに90年代っぽい感じ。そうですね。それから財務省などとの関係、距離の近さ、このあたりすごくそんな感じするんですよね。そうするとやっぱり小泉以降の自民党とはちょっと違うんだなと、はい、そうするとね、20年以上前の話になりますもんね。そうですね、はい。ニュース7時またぎで、おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。ワグネルの創設者プリゴジン氏が SNS で11分間の音声メッセージを公開。ロイター通信によりますと、ロシアで反乱を起こし撤退した民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が、日本時間の昨夜 SNS でおよそ11分間の音声メッセージを公開したと報じました。プリゴジン氏は政権転覆のために進軍したのではないと述べ、プーチン政権の崩壊を狙ったものではないと強調し、反乱を正当化しました。プリゴジン氏をめぐってはロシアメディアが昨日、所在については不明だと報じていました。
そして、まあ、捜査機関の捜査は続いているということがロシアメディアは報じているようですけどね、うん、そうですね。だからこの音声も果たしてどういうものなのかっていうのね、はい、まだわからないですよね。どこで取られたものなのかもね、取られたものなのかもね、全くわからないですよね。いや本当なんかね、昨日の夜まで行方不明だっていうふうになってた、うん、そうですね。でベラルーシへというふうにも伝えられてましたけど、ベラルーシ側も、はい、入国を確認はしてないんですよね。なんだか本当謎が謎を呼ぶようなね。そうですね。なんか所在不明って言われた時点でみんなやられたかというふうに思いましたけどね。本当、はい、笑っちゃいけないけど本当にね、はい、まあ本当欧米のメディアによってはデッドマンウォーキングともし、うんね、亡くなる人がというようなね、表現までされていますが、さてこの一連の反乱、ウクライナ側からはどう見られているのか、うん、ウクライナの首都キーウのご出身で国際政治学者のグレンコ・アンドリーさんと電話がつながっております。グレンコさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず一連の何でしょう、このプリゴジンの乱と呼べばいいようなものなのか、グレンコさんどうご覧になってますか。そうですね、まあ、これは少なくとも 今の時点で公開されている情報だけを、はい、見ると、そうですね、まあ、一種の利権闘争のように見えるんですね。利権闘争、つまり、そうですね、つまり、まあ、ワグネル、まあ、という、まあ、軍事組織をですね、はい、まあ、政権側はですね、そのまあ、完全に防衛省の、まあ、支配下に置くということで、その戦闘員が、まあ、一人一人が防衛省と契約を結ばないといけないということが決まって、はい、でそれに対して、まあ、そのトップのプリゴジンが、まあ、それはおかしいと反発して、まあ、なんとか止めようとしたところで、ところが、その大統領のプーチンも含めて、うん、まあ、その契約は必要だと言ったんですね、うん、はい、でその防衛大臣程度でそれを言うんだったらまだ良かったんだけど、まあ、プーチンまで支持したってことは、もうプリゴジンがそれで、まあ、それでどうしようもないと、だから、まあ、うん、まあ、その場の勢いで勝負に出た、出ざるを得なかった。だからこういう形で、まあ、ロストフ氏を掌握して、そしてモスクワに向かった、まあ、ところですけど、はい、ところが、まあ、あくまでその、まあ、政権転覆を考えないで、うん、まあ、単にその政敵である、まあ、ショイグ防衛大臣とかゲラシムフ参謀本部長を、はい、まあ、更迭とその契約すべきというルールの撤退を、それだけを目指してやっていたので、まあ、プロの政治家ではないから、はい、クーデターまで考えなかったんですね。だから、なんというか、その場の勝負に出たんだけど、はい、具体的な政治的なプランがなかったので、まあ、結局、そのプランがないため、結局、その、まあ、例えばモスクワにもし、まあ、たどり着いたらどうするべきか。というのがやっぱりなかったの で、プーチンが一瞬動揺したものの、はい、よく折れなかったんですね。だから、まあ、妥協せざるを得なくて、それでその、まあ、そういう乱、いわゆる乱ですね、勢いをなくしてしまったんですね。それでプリゴジンが結局プーチンの、まあ、そういう、まあ、妥協案というか情報に、まあ、情報せざるを得なかったんですね。なるほど、大体そんな感じです。うん、スタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。グレンコさん、おはようございます。おはようございます。本当に私たちはあれという間に始まって、あれという間に終わってしまった感じなんですけど、うんうん、今お話の中にあったんですけどね、まあ、結局プーチンも折れなかったとおっしゃってますが、このプーチン体制ですね、あるいはプーチン大統領の権威みたいなもの、これはだんだん弱まっていくというふうにお考えでしょうか。そうですね、今回の乱までは絶対ありえないことだと私は正直思いました。だから私にとってはかなり意外なこと でした、うん、だけど今回の乱の流れを見ると、うん、はい、いきなりロストフという大都市を掌握して、そして、はい、まあ、彼が曰くプリゴジン自身が言っているように、うん、ロストフからモスクワまでに780キロをもう幹線道路を走って、まあ、堂々と、うん、動けたんですね。そうですね。まあ、ほとんど叩かれることなく、うん、
そういうところから言えるのは、意外と、その、まあ、プーチン体制だけというよりも、ロシア国内は意外と脆弱でスカスカなのではないかという印象を受けることができるんですね。だから、今回は、まあ、プリゴジンはその場の勢いだし、その、そもそも政権転覆を狙わなかったから、まあ、その、準備が不十分で失敗したんだけど、これほど脆弱な国内に本当に、まあ、本格的に政権転覆を目指す勢力はもし現れたとしたら、意外と、まあ、そういうクーデータというか政権転覆の可能性が、まあ、あるのではないか、と言えるんですね。まあ、だけどもちろんそれはプーチンもバカじゃないので、はい、その今回の件でそのロシア国内の脆弱性に十分理解したんですね。まあ、彼は明らかに一時期的に動揺したんですね。で、同様の、まあそういう証拠として、モスクワから多くの富裕層とかエリート層が一時期、まあ逃げ始めたんですね。はい。プライベートジェットもね。だから明らかに動揺があったんです。なので、そういうところから見ると、おそらくこれからプーチンが二度とこんなことがないように、まあさらなる体制強化というか、さらなる、まあその全体主義、体制の、まあ、築き上げることに、まあ、さらに力を得れるんじゃないかなと予測されます。これだけあれよあれよと言っただけに、例えばそのロシアの軍内の内通者であるとか、それこそウクライナの情報機関も絡んだんじゃないかみたいなことを想像しちゃいますけど、実際はどうだと思いますか？これは多分ロシア国内の権力闘争だと思います。っていうのはウクライナだけだったらそこまでのさすがに力がないし、また西側としては別にロシアでクーデーターが起きることを別に望んでいるわけではないので、これはまあ、まあ、プリゴジンの単独なのか、あるいはプリゴジンの背後にいる例えばその GRU の人たちとか、もしくは他のまあ、他の今の体制に不満を持っている人たちとかは、まあ、背後にあると考えるのは妥当ですけど、ただ、やっぱり今は情報が少なすぎるので、断言するのは難しい状態です。さあ、今後、このウクライナの戦線においては、今回の件というのがどういう影響を与えそうですか？まあ、もし今回の件で、まあ、ことが終わったら、まあ、そんなに大きな影響はないと思います。結局、まあ、この24日の乱が起きた日に、はい、ロシア軍の移動は、戦線の付近のにある軍の移動は全く見られなかったから、まあ、ロシア人にとっての優先順位としては、中の戦力闘争よりウクライナ政府の方が優先度が高いので、仮に中で何かやったとしても、ウクライナ政府だけについてはみんな一致しているので、考え方はね。だから、まあ、あまりこれでロシア軍による、まあ、侵略の勢いが、まあ、減ると、まあ、あまり期待できないんじゃないかなと思います。まあ、そうすると、まあ、西側も含めて今まで通り支援の手も緩めずにやっていかないといけないということになりますかね。そうですね、その通りです。まあ、あの日本もですね、日本政府がまあ、ウクライナに対して引き続き支援をというふうなことを表明してますし、あるいは防衛装備品のこの輸出ルールですね、まあ、こういうものもちょっとこう変えてきていると、はい、このあたりはグレンコさんどういうふうにいいお感じですか？そうですね、私は非常にいい傾向だと思います。まあ、本当はね、やっぱり、まあ、防衛装備移転三原則を見直して、やるとか、あるいは自衛隊法を改正して、まあ、しっかりともう堂々と武器を送ることが、まあ、今の世界の、まあ、自由民主主義国家としての、まあ、振る舞いという、もう基準になっているので、そこまで、ゆくゆく行くべきなんですけど、まあ、その間の段階として、まあ、今回は戦闘がメインの目的ではない装備については殺傷能力があってもいいという決まりは、それまでの間の段階だと思うので、まあ、その方向性は正しいと思います。なるほど。グレンコさん、朝からどうもありがとうございました。ありがとうございました。またいろいろ教えてください。どうもありがとうございました。はい、はい、失礼します。失礼します。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。
夏のダボス会議が中国天津で今日開幕。夏季ダボス会議はスイスダボスで毎年1月に開かれている国際会議の中国版ということです。第1回の開催は2007年で、2019年までは毎年夏に大連と天津で交互に行われておりましたが、新型コロナウイルスの影響で4年ぶりの開催となります。今回のテーマは起業家精神と技術革新だそうで、国営新華社によれば、モンゴルのオユン・エルデネ首相やベトナムのファン・ミン・チン首相も出席予定だということだそうです。うん、はい、うん、なんか今となると、これコロナ前まではね、確かに毎年やられてたんですけれども、はい、今となると、うん、このダボス会議ってね、やっぱ世界に向かって、はい、まあ、なんと言いますか、これからの正義はこっちだみたいなね、うんうん、あ、はい、経済フォーラムという名のついてるところが主催してる割には、単なる経済活動というよりは、はい、これから正しいのはこっちですよみたいなね、こう道徳とかモラルを説いてるような雰囲気を醸し出してるわけじゃないですか。まあ、ちょっと政治的なメッセージ、ね。そう、とても政治的ですよね。はい、だからそのグリーンで行きましょうとかね、うん、多様性がとかこういうこと言ってるわけでしょ。それを中国でやるってもうほとんどギャグみたいなもんですよね。ギャグみたいなもの。確かに本家ダボス会議だって結局そこに向かって経済の人たちが集まってると、そうですね、次のビジネスチャンスはこっちなのねみたいな、ということですよね。うん、まあ、あるね、あの人に言わせればね、これアメリカではの、出てる本でに書いてあったんですけれどもね、はい、あのコロンビア大学の教授なんかはその会場に行ってみたらね、うんうん、まるでその小綺麗な服装をしたバーニー・サンダースの集会に来てるみたいだったと。それぐらいその政治的な、しかもその左派的なアジェンダが強いと、まあ、それがダボス会議だと言ってるわけですね。それの夏版を中国でやるっていうわけですけれども、はい、このモンゴルの、まあ、今のこのオユン・エルデネ首相、はい、この人は非常に中国の関係重視してますよね。あ、そうなんですね。うん、だから今まあ、もちろんコロナが収まってってことなんですけれども、中国のビジネスマンもものすごいモンゴル行ってますよね。はい、でモンゴルはまあ国が小さいから、別に市場として大きいところを狙ってるわけじゃなくって、モンゴル相当いろんな資源持ってるじゃないですか。ああ、やっぱそうですか。うん、鉱物資源。そうですね。それで、まあ、モンゴルにその今日移すというような人も結構いるというふうに聞いてます。それからさらにね、ベトナムの現政権も随分こう、はい、だんだん中国と融和的になっていってるなと。あ、うん、ちょっと前まではそのフック首相であるとか、はい、まあ、その前はそのね、結構ベトナムの中でもこう南の方の出身の人が多かったりしましたけど、うん、 そうですね、はい、その辺やっぱ風向き変わってますか。だいぶ変わってるようですね。今の指導部になって相当その中国との関係を重視するという流れになってきていて、でこの前ね、ちょっとま あ、 あるそのベトナムの、まあ、なんていうんですかね、支配層というんですかね、そこと親しい、まあ、日本人の方から話聞いたんですけれども、はい、いやもうこれからかなり親中路線に行くよと、ベトナムは。おで日本は日本でね、関係は強化されてるわけですよ。ベトナムから相当日本に入ってくる人も増えているし、で経済関係もこれからますます、まあ、増やしていこうというふうに政府は考えてるんだけれども、はい、中国の浸透のスピードの方が相当早いだろうねと。お上の方とものすごくやっぱりつながりが深くなっているよと。なるほど、うん、なんかね、今日あたりアメリカの原子力空母が、ね、はい、カムラン港に寄港したりとか、その前は、ね、うん、日本の護衛艦の出雲が行った、はい、行ったそうですね、いうことがありましたけど、やっぱその辺逆に、だからこれはその軍事的にはね、ベトナムもやっぱりアメリカとの関係を、はい、特にこの数年の間にもう劇的に変化させましたよね。うん、演習も一緒にやったりとか ね、いろいろやってますよね、はい、かつてのね、やっぱり戦争してたっていう時代から考えられないぐらいやっぱりアメリカ軍と相当連携を組んでいくという流れにはなったんですけれども、やっぱり経済の面では相当ね、むしろ中国が触手を伸ばしてきていて、で特にね、やっぱ数年前なんかは巷での反中感情ってものすごい強かったわけですよね。そうですよね、あの南シナ海の問題から火がついて、はい、相当大きな反中デモに発展したりなんていうこともありました。でそういうことを相当深刻に見たんでしょうね。やっぱりあの経済を使って相当ベトナムのもちろん支配層だけじゃなくって、こう巷にも入っていくということを積極的にやりましたんで、コロナの間も含めてですよ、はい、だからこれだいぶそういう意味では中国との結びつきが民間でも、それから政治的にも強くなっていくと
いうことだと思いますね。まあこれね、中国とどう向かっていくのかっていうところで、まあ結構その ASEAN 諸国だとかがそうすると綱引きというか草刈り場みたいになっていくわけですか。まあそうかもしれませんね。 ASEAN がってなかなか一括りにできないところあるんですよね。一つ一つの国と、一つ一つ違いますからね、事情がね。ただまあベトナムがそうなるっていうことはですね、インドシナの5カ国はもうほとんどのところが中国にある意味歯向かうところはないですね。あそこの海沿いの、まあ、タイ、マレーシア、インドネシア、インドネシア、フィリピン。だからあとは、まあ、海の方がですね、どうなっていくかっていうことなんですけれども、まあそれもなかなかね、歯向かうっていうところまでは難しいでしょうね。で日本も相当その ASEAN に対してね、特に安倍政権の時代は、はい、まあそういう戦略的な外交ビジョンがありましたからね、ASEAN との関係っていうのはつまり対中関係なんだというところはっきりしてましたけど、はい、ちょっとそのあたりのビジョンが見えなくなりつつある。あ、そうすると単に通商関係だけでね、まあ、ベトナムからその労働者入ってくればいいじゃないかとかね、はい、あるいは日系企業の例えば中国から、もちろん生産拠点を移す、まあ、これも大事なことではあるんですけれども、通商ベースだけで考えてしまうと、これはあんまり強い連携ということにはなりませんよね。夏のダボス会議、まあ、その話から対中政策というところをお話しいただきました。続いてはここだけニューススクープアップであります。今週この時間は特集企画ということで、まずはこちらからお聞きください。うちの息子がね、消防団からね帰ってきたんよ。玄関バーンと上げて、何しよんの言うて、みんなおるんか家に、早よ逃げにはもう大事になりおるわ、早よ逃げ言うて、その瞬間からもうみんなが大慌てで、これからは自分らの自己判断で逃げてくれよ言うて、うわーどうしようかなと思っても。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。はい、おはようございます。おはようございます。今お聞きいただいたのは2018年の西日本豪雨で51人の方が亡くなられた岡山県倉敷市真備地区で人気のうどん屋さん川原をご夫婦で営んでいらっしゃる川原つや子さんに避難した時の様子を伺ったものです。はい、今週のスクープアップは特集企画であります。平成30年6月28日から7月8日にかけて、西日本を中心に大きな被害をもたらした西日本豪雨から5年ということで、被害を受けた現場と豪雨災害の対策について考えていきます。で、昨日と今日の2日間は広島岡山の現場を取材した内田裕樹アナウンサーにリポートしてもらうということで、はい、その取材の様子をまず聞いていただきます。はい、まあ、昨日は広島県安芸郡坂町、はい、土石流災害でしたけれども、今日の岡山県倉敷市真備地区は洪水災害です。まあ、上から水が、そして泥が降りてきた坂町と、はい、下から水が上がってきた真備地区ということで、災害としては同じ西日本豪雨なんですけれども、状況は全く違ったと。で、真備地区は倉敷市の中でも北西部に位置しています。で、2018年の7月5日から7日にかけて100年に一度と言われた大雨が降りました。堤防が8カ所連鎖的に決壊して、1200ヘクタールが最大およそ 5.4 メートル浸水しました。その間がわずか8時間という短い時間でした。あー思い出した。これ、高橋川っていう、こう、大きな川があって、はい、そこにちっちゃい川が合流してたんだけど、はい、合流しきれなくなって、逆に水が戻ってきたっていう、うん、そうです。バックウォーター現象と言われるんですけれども、その小さな川と言われている小田川という川が氾濫して洪水害が起きました。5年前災害直後、こう町が茶色い水に浸かっている様子をこう空から撮った写真だったり映像だったり、ニュースとか新聞でよく見たと思いますが、ね、病院かなんかが、はい、そのね、水が上がっちゃって孤立をしてしまってっていうようなね、それがヘリコプターからの映像でとか、はい、屋上にね、皆さんが集まってる様子だったりとかも撮られていましたけれども、この大雨で、死者が51名、そのうちおよそ8割が70代以上の方でした。なるほど。そして亡くなったこの51人のうち、およそ8割にあたる41人の方は、平屋の自宅か2階建ての住宅の1階で見つかったということなんです。まあ、自分の力で逃げられなかったり、2階に上がることができなかった高齢者の方が多くいたんだろうなと
思います。で今回私がこの真備地区に行って歩いて取材をしていて気づいたことが一つありまして、はい、まあ、この5年で、まあ、豪雨災害後建て替えたであろう新築の戸建てが目立つんですが、平屋の建て替えが意外に多いんですね。平屋なんだ。はい、まあ、2020年の調べでは真備地区にある平屋が、新築953棟のうち 32% に当たる307棟ということで、おお、3分の1が平屋だって、はい、まあ、あの垂直避難ができる2階建てを建てたら良いのではと最初私は思ったんですけれども、ね、やはり高齢者が多く住むこの地区では、うんうんうん、平屋でしか生活できない2階建てがあったとしても、あ、2階部分には上がらないよと。そうです、あったところでと。まあ、あのこの100年に一度と言われていることも大きく関係していると思うんですけれども、はい、こういった一度しか起きていない災害と日々の暮らしというのをこう天秤にかけたときに日々の暮らしが大きくなる、なるほどね、平屋を建てるという方が多いんです。まあ、でもそうなると、では災害が起きたときに、そして大雨が降ったときに避難を必ずしなくてはいけません。先ほど音声を聞きいただきました川原つや子さんは災害当日の避難についてこのように語っていました。やっぱり大事なのは人と人のつながりだし、うん、私らがそれをきちんと情報を持っておけばな、私が、ね、逃げるときにもっとあのみんなに声かけて、ほんで一緒に逃げれたのになっていうのはね、ずっと後悔しとる。災害、特に水害が起きると避難はもう自分たちで協力していくしかありません。うんうんうん、でまあ、行政はいろいろと考えて避難の準備をしているんですけれども、うん、その場その場での判断は自分がしていくしかありません、うん、そして高齢者の方を助けるにはもう近くに住んでいる方たちが協力するしかないんですよね、うん、そのことをよく分かった川原さんは5年前の避難の仕方を後悔しているとおっしゃっていました。しかしこういざそういう時になって、はい、その場で判断をしながら避難をしていくのは非常に難しいことですよね。いや、そうだよね。もう自分たちで情報を持っている必要性があります、まあ、住んでいる町がどういう地形をしていてどういう災害が多く発生していてというのは自分たちが一番よく分かっていないといけないんですよね。じゃあその情報は誰が持っているのかというと、それが行政なんですよね、はい、水害のハザードマップもそうですし、災害そして防災に関しての情報をたくさん持ってます。だからこれから先こう地球温暖化で大きな災害増えると言われていますけれども、防災は行政に任せるんではなくて自分たちで考える、その手伝いを行政にしてもらう、こういう考え方が必要なんじゃないかなと私は取材していて思いました。でこの真備地区は様々な避難対策に市民の方々が精力的に取り組んでいまして、例えば災害が起きた時に無事ですと書かれた黄色いタスキを玄関に巻きつけることで逃げ遅れた人がいるかいないかを確認しやすくするという黄色いタスキという取り組みがあります。なるほど。まあ、水害多い、浸水が多いよね、土石流災害や津波のように一瞬で家が流されるわけじゃないから、高齢者の方も含めてみんなで事前に避難できるよね、それなら避難しやすいように誰が逃げたか分かるように目印があった方がいいよね、みたいな会議があってこういった形になっているわけですよね。またこう防災と生活やはり両立させなければいけないということで、そういった取り組みもあります。災害後川沿いの堤防が整備されたんですけれども、うん、そうなると堤防の幅が広がるわけですよね。うん、その広がった堤防を利用してサイクリングロードとして使ってもらえるようにという取り組みがありまして、その中で市民の方中心で自転車用のスタンドをいろいろなお店の前に設置するという活動もしています。で真備地区はこれを観光の目玉にまでしたいと。おー、なるほど。平時はサイクリングの街だと、はい、そして有事の時はこの堤防に守ってもらうんだと。うん、これが防災と生活を両立していくというところの一ついい事例なのかなというふうに思います。まあ、もちろんこれは真備地区の一例ですけれども、うん、ぜひこの放送を聞いている方に自分たちの住んでいる街の特徴を知っていただいて、一度自分の住んでいる町、そして自分の状況、例えば家族に高齢者の方がいるのかどうか、子供がいるのかどうか、周囲の家に高齢者は住んでいらっしゃるのだろうか、自分は自力で逃げられるんだろうか、どのような災害の可能性があるんだろうか、いろいろ考えていただきたいんですね。それがもう水害への対策の第一歩であり、最も大切なことなんじゃないかなと思っています。最後にこのうどん店川原の川原つや子さんに復興への決意について伺いました。地元の人、
あの親子で来られて、川原さんって言って、私の手をこう握ってな、川原さんってボロ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 涙流したんよ。お見せしてよ、戻ってきてよって何遍も何遍もね言われたんよ。この町の人に恩返しできることは、お店を再開しよう、うんうん、そうそう再開しようって思って、被災したお店を実はこうどうしようかと。ああ、そっか。もうお店自体もこの水害でやられちゃって、はい、もうぐちゃぐちゃになっちゃったと。はい、川原さん、あのご自宅は被災後すぐに行けたんですけど、お店は実はもうずっと自分が作り上げてきたものなので、うんうん、なかなかお店の中の様子見られなかったと。ああ、なるほど、ね。そのくらいショックだったそうだったんですけれども、周りの方、町の方のために、うんうん、再開しようというふうに思われたということで、もう町の人たちみんながそれぞれの復興を支えて、そしてみんなで前を向いていくというふうにおっしゃっていましたね。まあ今日ね、話を聞いていて、まあその公助の部分っていうのが災害では非常にクローズアップされるけど、まあよく自助、共助、公助って言いますけど、はい、まあ特に発災直後は自助だとか、あるいは共助の部分、周りでみんなでっていうのが、まあ大事になってくるんですね。時間が経つと公助というのは行き届いていくのかもしれませんけど、その場ではやはり自分たち、そして共に助け合っていくしかないのかなと思います。2日間にわたって内田裕樹アナウンサーの広島岡山現場リポートをお送りいたしました。明日のこの時間は都市の水害対策について専門家に伺った話をリポートいたします。内田裕樹アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。